はい、皆さんこんにちは。はい、ジャパンアフターズ TV ね、信川さんと橋本さんでございます。ね、お送りしております。よろしくお願いします。というわけでね、はい、まっちゃん、お盆よ。お盆ですね。じゃあ終わったよ。え？終わったよ。もう昨日までお友達がたくさん遊びに来ちゃってさ。本当ですか？向こうでも元気やってんだね、みんなね。あ、本当ですか。さすがあれですね、信川さんのお友達ですね。そう。ね、やっぱり皆さん、はい、あ。うん、私だけまだね、この世に残ってるんだけどね。うん。あなた若いからね、元気だよね。そうですね、うん、一応元気です。はい。なっちゃん、いくつになったんだっけ。え、聞きますよ。若いって言ったのに聞きますよ。まあ、それはね、うん、はい。まあ、見た目でいいわよね。見た目で、はい、はい、話していただいてね。見た目23ぐらいよね。ちょっと無理がありませんか。え、いやいや、あのカメラちょっとあの落としてるから。あ、本当ですか。あのちょっと、うん、そうですね、ちょっとわからない感じにしていただいて、はい、はい、と言ってね、私 の, あの地元住んでる八丁堀、今日ね朝からすごいお祭り。あ、そうなんですね。うん、あのお祭りをやってる方たちやっぱりやって保存してるんだね、うん、あのすごく若い方がね多いんですよ。あ、そうなんですね。女の子も、うん、あのなんていうの、ハッピーとね鉢巻きを締めて、うん、ちゃんとああいう保存会の方がこう作業してらっしゃるんだろうね。あ、そうなんですね、はい、やっぱお祭りは風物詩ですもんね。そうだよ ね, ね。だからうちの、部屋からねちょうど真下がで交番なんですけど、その交番の隣におみこしが入ってる、はい、あの倉庫がある。あ、そうなんですね、うん、そこからおみこしを出すんで、もう朝からうるさいのなのってあ、苦情じゃないですか。いやいや苦情じゃないよ、もうねどんどんこうはしゃがれてましたね。あ、本当ですか。まあ、風物詩ですからね、うん、そこはちょっと広い心でね、ね、見守っていただかないと。はい、はい、まあ、お盆はどっか行かれました、あなちゃん。お盆は私は昨日は、神宮の花火大会を見てきましたよ。はい、あ、昨日花火大会あったんだ。花火大会でしたね。すごい綺麗でした、とっても。え、どっから見たの。私はあの軟式球場というところが。軟式球場、はい、あ、そういうところあるんだ。神宮の軟式球場というところで、うんうん、なんていうんですかね、まあ、アーティストさんが出たりとか、いろんな舞台があったりとかして、うん、最後にこう花火をメインでドローンと打つみたいな。ちゃんと見えるんだ。すごい近くに見えたので。あれね、はい、あの日だけね喫茶店が異様に高いんだよね。そうなんですか。あの神宮前にあるよく見える。あ、そうなんですね。ガラス張りの喫茶店、普通は500円ぐらいのコーヒーなんだけど、その日は、ね、1500円ぐらいなんですよ。すごい、3倍じゃないですか。いやいや、だってはっきり見えるんだもん。あ、本当ですか。だからみんな予約してるんだもん。へー、こんな近く見えるんだよ。そんなに近かったら危なくない。火の粉がこう降ってくんだ。バラバラって。うん、まあ、喫茶店の中だから大丈夫ですよ。ばあさんの田舎のね、柳川でも花火大会あるんですけど。あ、そうなんですね。ばあさんとか本当にもう頭の上。頭の上。うん。だからね、あのほら花火ってバーンって爆発するじゃん。はいはい。これね、あれね、2つにこう分かれてるの、殻が。あ、そうですよね。こう詰めてますもんね。うん、その殻がね、頭に落っこちてくる。え？本当本当。すっごい危険じゃないですか。いやいや、危険じゃないですよ。あのもう殻になってるから。あ、紙の塊だから。そう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 、跳ね返るで、お店、おっ、真っ暗だからね。そんな感じなんですね、うん、そんな感じだよ。かなりワイルドな花火大会の、そうそう、の方は実体験できる、実体験、今の暑さを実体験できる花火大会なるほど、うん、それはちょっと貴重な花火大会、ね、貴重でしょ。もう柳川よね、そこはね。はい、そんな感じでね、今月か、今月もキャロライン、はい、東神田、いや、もう日陰覚えてあげてくださいよ。東の中、東中野さん。あ、中野だ、はい、中野は夏にちなんで、なんかお話は今日何を持ってきたの。はい、皆さんこんにちは。先週実はスーパームーンというものがあったんですが、スーパームーン見られました。スーパームーンって何。あのディズニーランドにあるなんかあるの。何ですかね、それは。アトラクション。アトラクションじゃないんですけど、スーパームーンっていうからにはお月様ですね。お月様が、あのスーパー、まあスーパーってすごいって意味なんですけど、大きく見えるっていうのがスーパームーンです。望遠鏡で覗いたら大きく見えるんだよ。はい、望遠鏡で覗いたら大きく見えるんですが、うん、月の軌道と地球がこう近づいていつもよりも大きく見えるというのがスーパームーンなんです。まあ皆さんは見ていたかもしれないんですが、私はバッチリ寝ていましたということで、あの9月、あなたが見てないと説明できないじゃないか。いやいやいや、これからがメインですから、私の話はスーパームーンで終わらないんです。腰を折ってしまって、すみません。いやいやいや、とんでもございませんということで、来月から9月に入るんですけれども、9月は実はあの別名がありまして、あの何ですかね、旧暦で言うと、今の旧暦で言うと、うん、8月のことを葉月って言うんですけど、あ、うん、それが別名月見月というんです。これが今の9月ぐらいということで、
秋は実は月が綺麗ということですね。で、月の季語が秋になんだ季語っていうものが月のものがすごい多かったりですとか、あと空のもの、星のものも多いんですね。これなぜだかわかりますか？星がはっきり見えるから。そうなんです。夏っていうのはとても湿度が高いので光がこう反射をして空が白っぽいんですね。なので青空って言っても夏は結構水色がかっていることが多いんですが、こちらが冬になるにつれてどんどん湿気がなくなって青く澄んでいくんですけれども、こちらあと雲ですね。夏の雲といえば入道雲。そうです、入道雲を思い浮かべる方が多いと思うんですが、入道雲というのはすごい高さがあるので空の結構低いところから高いところまであるんですけど、秋の雲というと羊雲や鱗雲なんていうのがあるんですけど、それは結構高いところにあるんですね。なので天が高いとか空が高いっていうのが秋の季語になるんです。そして月っていうのはですね、実は季節によって近く遠いっていうのがあって、まあ、スーパームーンの話もあったんですけど、夏の方が近くに見えるんですね、軌道的に。で、冬は高く見えるんですが、まあ、澄んでいるのは冬の方が澄んでいるんですけれども、なかなか観賞には寒いし、上を見上げるというのはなかなか向かないということで、春と秋っていうのがちょうどいい位置だっていうふうに言われています。しかし春というのは花粉が飛んでいるので、おぼろ月夜なんていう言葉にあるように結構ぼやけて見えるんですね。なので月といえば秋というふうになるんです。なので月だったりとか月明かり、三日月、満月っていうのが秋の風物詩というか秋の季語になるんですね。というあとはですね、流れ星なんかもはっきり見える、まあ、月をこうやって見ているときにキラキラって流れるっていうことで、秋はよく流れ星が見えるなんていうふうに言われていますということなんですけれども、うん、で秋のこれからの空のイベントなんかもちょっと見て、空のイベント、まあ、こちら、まあ、これから何が起こっていくかということなんですけど、はい、お前、主な天体のイベントですね、うんうん、と9月に入りまして、1週目9月の8日がこちらが中秋の名月ということで、これは有名ですよね。有名ですね、中秋の名月、うん、そしてまたスーパームーンがございます。それが9月の9日実はですね、スーパームーン、スーパームーンっていうのはフルムーン、満月のことなんですけれども、中秋の名月は実は満月ではないんです。あれ、ま、これはですね、旧暦で調べているので、旧暦とこの満月の周期にちょっとずれてくるので、必ずしも満月に当たるとは限らないので、中秋の名月は9月8日なんですけど、その週の満月は9月の9日スーパームーン、もう一回ありますので皆さん見てみてはいかがでしょうか。 1.5 倍ってのは結構大きいよね。そうですね、最大 1.5 倍ということで、日本では 1.5 倍かどうかはわからないんですけれども、うん、いつもより大きく見えるスーパームーン、そして大きく輝いて見えるんですね、うん、なのでよかったら見てみてください。そして9月の28日土星食というんですが、まあ、皆既日食とか月食っていう言葉は皆さん知っているかと思うんですけど、これは土星食というのはですね、土星を月が隠していくっていう現象のことを言います。ただ残念ながら今回はですね、昼間から始まるので見えない、見えない明るさが消しちゃって、ね、はい、そして翌月10月に入りまして、で8日がこれは皆既月食ですね。こちらは結構はっきり見えますので、日本全国どこからでも見えるということで、結構月、そうですね、六本木とかでも、六本木ヒルズなんかでこういうイベントがあったりしますので、皆既月食見てみてはいかがでしょうか。でその次の日は、龍座流星群っていうんですけど、残念ながらこの日は結構月が明るいので、なかなか流れ星が見えないかなという感じではあるんですけれども、その月の22日にはオリオン座流星群がございます。こちらは結構月明かりがあまりなくて、時間的にも見やすい、そして全国、ちょっと沖縄でも見られないのかもしれないんですが、結構日本どこでも見られる流星群になりますので、これからちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。
というロマンスな、私は一緒に見る人をちょっと探さないといけないんですけれども、そうね、うん、残念ながらまだ予約受付中なので、うんうん、私と一緒にオリオン座を探してくれる人を募集しております。はい、頑張ってください、ね、もうギリギリなんで。はい、というわけでね、ケロライン東三鷹さん、はい、あのね、あの、はい、星のこと、月のこと、ね、月のことですね、はい、でも本当秋のね、夜空って綺麗ですからね。そうですよね、うん、やっぱ晴れるといいですね。うん、空気澄んでるからね、うん、あの、ま、おばあちゃん言われたことがあって、昔彼氏とこう星を見てて、はいはい、あ、綺麗だわって言ったらね、彼氏が、ね、お前の方が綺麗だよ。なんかリアクションしなさいよ。はい、というわけで、ここでインターバルをいただきたいと思います。はい、はい、というわけでね、ジャパンアフターズ TV のお母さんと8番目様でございますね、はい、もう恒例の、はい、尾崎夏の、覚えていないよ、お前。お母さんが言うんじゃないですか。あ、いや、試してみたら覚えてるかどうか、あなたの方が、あんなかな、覚えてますよ、そこでも、はい、はい、せーの、さーん、ちゃんとやってくださいよ。尾崎夏の、はい、3歩進んで2歩下がる、結局1歩しか進んでないじゃんというコーナーなんですけど、はい、起きてないね。違う、そこは、そこは野村さんの番組の絵じゃないですよ。はい、というわけでいきましょうかね。尾崎夏の今日のポーズは、はい、今日は、ヨガのポーズでですね、うん、だいぶのぶばあさんもヨガに親しんできたんじゃないかなと思って、はいはい、もう慣れてきましたね。そうですよね、ちょっと肌痛いんだよ、あれが。え、それはちょっとやめてください、まずいじゃないですか。はい、必ずあの無理のない程度、あと呼吸を止めないっていうのが重要になるので。呼吸止まっちゃうのね、やっぱり慣れてないと。そうです、呼吸が止まってしまうっていうのは体がすごく無理をしている状態なので、うん、もし呼吸が止まってしまうという場合は、うん、呼吸ができるところまでポーズをちょっと優しく戻してあげてください。あ、そうか、人間訓練すれば水の中でも呼吸できるっていうからね。それは多分ちょっと話が変わってくるので。できないと思う。はい、はい、なのであの皆さんももしポーズを真似されるときは、うん、自分のペースでですね、呼吸が止まるところで無理せずやってみてください。はい、今日はちょっとそういうわけで、うん、ちょっと慣れてきたということで、はい、力強い戦士のポーズをやってみたいかと思います。戦士のポーズ、戦士のポーズ、ね、戦士ってあのこう戦う人。そうですね、それを模してるんだと思うんですけど、すごく筋力強化にもなりますし、はい、あの骨盤の矯正だったりとか、はい、あのすごく体もストレッチされてこう気分が良くなるポーズで。あ、じゃなっちゃん先生の方からね、はい、人間のお手本、あ、人間のお手本じゃなくて、ヨガのお手本、ヨガのお手本をまずは 横向きでやってみたいと思います。横向き、はい、前の方がいいかな。すいません。足がですね、まず、中指とかかとが一直線になるように立っていきたいと思います。こんな状態ですね。で、胸の前で合掌を作って肩の力を抜いていきましょう。これがスタートのプレイヤーポーズ。ちょっと横を向いていきたいと思います。先ほどと同じようにまっすぐ立っていきます。頭のてっぺんに糸がついているようなイメージで、天井に引っ張られるようなイメージで背骨を長くしていきます。このプレイヤーポーズから右足を大きく一歩後ろに引いていきます。はい、右足を大きく一歩後ろに引いていきます。でこの時骨盤がこう開いていきやすくなるので、必ず真正面を向くようにしてあげてください。で、膝をです、胸の前で合掌を作ったまま肩の力は抜いていきます。で腰がすごく反りやすくなってくるので、しっかり骨盤は真正面を向けて、つま先、膝がつま先より前に出ないように、これはちょっとあまり、これだとすごく膝に負担がかかってしまうので、必ず、ね、そうなんです、つま先の上にこう膝を乗せるようなイメージですね。ここが90度までいける方は、踏み込んでみてください。そのままゆっくり吸いながら、うん、両手を頭上に上げていきます。吐く息で少し指先を離していきましょう。なんか怒ってませんか？大丈夫？怒ってないです。怒ってないです。全く怒ってないです。はい、穏やかな気持ちでお送りしております。はい、怒ってませんか？大丈夫？大丈夫です。あ、大丈夫。肩の力がぐっと入りやすくなるので、少し肩甲骨を骨盤に向けて下ろすようなイメージですね。首の後ろが長く伸びていきます。これがウォーリアー1というポーズね、選手のポーズの1番目のポーズになっていきます。ウォーリアー1、はい、ウォーリアー1というポーズです。ではちょっとのぶばあさんも一緒に、
はい、はい、やってみましょう。やってみましょうか。教えて、ね、はい、靴下もしかしたら脱いだ方がいいかもしれない。あ、そうですか。はい、あの前回こう破れてたからね。あの皆さんももしやるときは裸足の方が多分やりやすいと思うので。あ、ヨガの基本は裸足なのね。基本はそうです。寒い方はあの履いていただいても全く問題ないんですけど、うん、多分その方がポーズがやりやすいと思います。はいはい、で今のブバーさんこうつま先開いてくれてるんですけど、うん、これちょっと閉じてみましょうか。閉じ。はい。そうですね。ちょっとかかとが開いても大丈夫です。親指と親指をくっつけてみましょうか。え、こういう感じ？そうです、ね。内股みたいな感じ。ああ、なるほどね。そうです。で胸の前で合掌していきましょう。あ、合掌は慣れてるね。なるほど。そこからですね、右足を大きな一歩で後ろに引いてみてください。大きな一歩。そうです。あ、ブバさんの鬼足が見えてしまいますけど、はい、その状態からですね、ちょっと失礼します。必ず、かかとと小指は床につけるようなイメージですね。骨盤真正面に向けていきましょう。もう痛い。もし辛かったら一歩前に出ても大丈夫です。右足一歩前に。どうやって出て？ちょっと一回膝伸ばしても大丈夫です。あ、大丈夫ですか？大丈夫じゃない。ちょっと放送事故になりかけてるんですけど、大丈夫ですか？大丈夫よ。はい。はい、で、今ちょっとですね、つるんで滑って危険な状態になってしまったんですけど、まず、そうですね。膝をそしたら少し曲げてもいいので、そうですね、こっちも、深く踏み込めば踏み込むほどすごくきつくなってくるポーズなんですね。なので少し伸ばしてあげてください、膝を。そうです、このあたりで大丈夫です。で、そうですね、もし伸ばせたら膝を伸ばして、そうですね、この位置にしてみましょう。で、ゆっくりと合掌を頭上に上げてみましょう。頭上。そうですね。で、そのまま手開いてしまって結構です。そうです。中段向けましょうか。あ、とてもいいです。で、肩の力を少し、いいの、はい、いいの、ちょっと自分で大丈夫です。クエスチョンみたいな。全然大丈夫です。全然大丈夫。肩の力を抜いて、で、しっかり呼吸を続けていきましょう。あ、呼吸止まってた。そうです、そうです。で、この状態で、そうですね、3呼吸ぐらい初めはキープしてみるといいと思います。息を吸うときは背骨がぐーっと伸びるようなイメージ、吐くタイミングで少し骨盤が床に向かって落ちるようなイメージを持つとすごくポーズが深まってきます。いかがですか、のぶばあさん。あ、なんかすごい苦悶の表情を浮かべてますけど。動けなくなって。もう一呼吸だけ頑張ってみましょう。息を吸うたびに背骨がスーッと伸びて、吐くたびに少し骨盤が床に向かって落ちてきます。はい、結構です。ゆっくりと、右足を前に戻していきましょう。ゆっくり。そうですね。はい、OK です。おお。これ街の中でこうやってたら絶対おかしい人だと思うよね。そうですね、街中では多分あまりやらない方がいいかと思います。あ、はい、でもやっぱり毎回きついけども、やった後はなんかこう気が遠くなりますね。気が遠くなるほど頑張らなくて大丈夫です。はい、わ、はい、かりました、健康に、はい、だんだんとこうポーズに受け入れられていって、うん、いろんなポーズができるようになりますし、はい、それに合わせて体もどんどん柔軟性がアップしたり、筋力がアップしたり、うん、すごいいろんな変化があると思うので、少しずつ楽しんでいただけるといいかと思います。ありがとうございます。今日もね、はい、横も教えてもらいました。どうもありがとうございます。というわけで今回でもう6ポーズ目、6ポーズぐらいやってますね。ね、やりましたよね。そうですね、これを地道に続けていくことが大切ですね。そうですね、はい、あと今日右足が後ろに引くバージョンしかやってなかったんですけど、うん、左足も後ろに引くバージョンも、ああ、そうだよね、両方やらないとね、左右交互にやってあげるようにしてあげてください。変な体になっちゃうね、マジで。そうですね、だから収録終わったら左足バージョンやってみてください。はい、これ道端でやってみる。道端、室内でお願いします。あ、どうも、はい、というわけでね、今週もね、はい、教えていただきました。はい、尾崎夏のちゃんとやってくださいよ。尾崎夏の、はい、3歩進んで2歩下がる、結局1歩しか進んでないじゃんっていうコーナーでした。ありがとうございました。はい、というわけでね、のぶばあさんと8番目の3までやっております。はい、はい、まあね、毎回私どんどん体健康になってきましたよ。おかげさまで。ナマステですか。ナマステ、ナマステ、はい、首動かなくなってる。無理しないように皆さんも注意してください。はい、というわけでね、もうここに映っていらっしゃいますが、はい、ね、今回のゲストはね、なんと劇団スバルの
看板女優の友達、あの服部由紀子さんでございます、ね、服部由紀子です。よろしくお願いいたします。服部さんはね、はい、このジャパンアクター TV ね、僕の1時間遅れでやってるね、由紀子の一人たたり、いやいや、お行きがてね、当たりますね、あのパーソナリティでもあるんですよね。はい、毎回ね、今回はね、あの江口真嗣の9月公演、はい、第5回ね、7日は柳川ですね、もう毎回レギュラーで出てもらってもらって、こちらこそお世話になっております。5回目ね、5回目ですよ、全部出てるんです、全部服部さんのおかげです。よっぽど暇あるかしら。いや空いてるんで、そこが脅威のキャラクターだからね。脅威のキャラクターですか、うん、柳川に支持されたのをやってるだけなんですけどね、うん、いや、あのばあさん、先日もあの劇団スバルのね、公演、あ、どうもありがとう、その説はどうもありがとうございました。ブルーっていうのをね、はい、作品やってらっしゃるんです。はい、ね、噂では聞いたんですけど、はい、ちょっと私は見に行けなかったので、本当に短かったです、公演で。とても面白い芝居でした。服部さんの狂気性が出てましたね。狂気性、あ、うんうん、クルーっていう、そうそうそう、マイナーな狂気性。マイナーな狂気性ですか、本当の狂気性ですか。やっぱ幅が広いですね、あなたはね。なんか、ね、ありがたいことにね、うんうん、振られる役がもう雑多にいろんなものがあります。というわけでね、あのブルーの時のね、写真もあのばあさんに用意したんですけど、はい、これ写真もいいんですよ。わ、怖い、ホラーですね、これね。こういう顔めったにできませんよ。こんな顔してたら付き合ってくれないでしょ、誰もね、やっぱり。そうそうでしょ、これ。すごいイメージが違いますね。そうですね。ここら辺が女優さんですよね、すごい、はい、冒頭でこれね、怖いもの、なんか不思議な骨董屋さんに入ってちょっと変なもの見ちゃった。その前かな、なんかもうすさんでる時ですね。アルコール依存症の人ですからね。これはあれ、ぬいぐるみ作家みたいな役をやってましたね。あ、そうなんです。ね、で、次何かありますかね。次は、あ、これはその骨董屋さんに入ったら女の子の声が聞こえてくるんですよ。ただもうアルコール依存症でもかなり重度のそういう症状の人なので、最初は気のせいかと思ったら、このぬいぐるみの女の子がどうも喋ってる、で知られたくない自分の過去を喋ってるので、うん、この人形おかしいんじゃないのって言ってるところ、怖がってるけど、怖がってる私の顔の方が怖いんですよね、きっとね、なんかね、すごい。そのシーンですね、これね、はい、これは多分、これもすごいですね、なんか変な顔特集ですけどね。いや、めったに、まあ、あんまりこういう写真がなかったので、ちょっと江口さんの方に何か送ってくださいみたいなことを言われてセレクトしたんですけど、これはやっぱりその骨董屋さんに入って、なんか多分こう布を、まあ、ぬいぐるみ作家だから、うん、いろんな布に親しんでるんですけど、うん、そういうなんていうの、不思議な布を見つけた時とかの、まあ、そういう時の顔だと思いますね。あ、それでぬいぐるみを作ってるわけなんですね。そうですね、この人が、まあ、あの多分詳しくは語られてないんですけど、まあ、過去に、まあ、結婚してた人と別れたのか、好きだった人と別れたのか、まあ、一人ぼっちの人なんですね。それでたまたまぬいぐるみを作る才能だけはあって、ぬいぐるみも作り続けて生活してるんですけど、割とぬいぐるみを出て、ただもうアルコールがもうやめられないので、その作ったぬいぐるみももう全部逆台に消えてしまうっていう、うん、まあ、もう崖っぷちの生活っていうかね、そういう、まあ、でもちょっと進んでるんですね。そういうあれはちょっとアーティストでもありますよね。そうですね、だから仕事はね、もう自生活はボロボロなんですけど、私はぬいぐるみ作家っていう、あまりね、なかなか皆さん聞かれたことないと思うけど、なんかそういうアイデンティティ、私はぬいぐるみ作家よ。普通でいうぬいぐるみ作家っていうとね、なんかほわーんとしてね、そう家庭的な、ね、方がアニメみたいなイメージだけど、これはもうなんか魂の入った人形を作るみたいな。そうですよね、怖いですよね、こんな人が作ったぬいぐるみはどうなるのと思うけど、そのぬいぐるみがね、やっぱり私がもうその出番を去った後、ぬいぐるみが、まあ、命を持ってるんですけれども、そのぬいぐるみが結構こう悪気はないけどちょっと恐ろしいことをしたりとか、あるいはあの外見は良くないけど中身がいいぬいぐるみがいたりとか、まあちょっとそういう、この人もその狂気と正気の狭間で、多分これはそのぬいぐるみを作ってるシーンで、ちょっとあのコンテンポラリーダンスの先生 と、まあ、ちょっと振り付けを、ね、相談しながら、まあ、振り付けていただいて、もうずっとこうハサミでこう布を切ってる、そういうシーンからこう綿を詰めたりとか布をひっくり返したりっていうシーンですね。怖い顔すごいですね。母さんはね、この写真、ね、この写真が一番気に入ってるんですよ。ですか、聞き迫るものがありますね。なんかすごくいいですよね。ちょっとね、こんな顔して芝居してたのかっていうの写真見てわかるんですけど、これは、ね、なんかあの一つ間違えばこれオリンピックの写真に見える。オリンピックで何やって何の競技ですかこれ。人形投げ大会。人形投げ大会、砲丸投げじゃなくて。なんかこれ構図がいいんですよ、ね。ちょうどその
ね、作った人形が最後にこうもう朦朧とした、ね、疲れ切った意識の中で作った人形が気に入らなくて、うん、こう何この汚い人形って捨てようとしたら、それはあなたが過去に、まあ、あなたがこう作った子供、あなたが殺した子供っていう声が聞こえてきて、うん、一瞬止まっちゃう、ちょっと、ね、まあ、女性ならではのね、うん、その産めなかった子供がまるでそのぬいぐるみとして知らず知らずのうちに自分が作ってしまったっていう、うん、はっと気づくシーンなんですけど、それもカメラマンの方がやっぱり撮ってくださって、うん、この写真もすごくいい、すごいパーソン気に入ったんだよね。そうですか。もう、はい。そんなわけでね、服部さんもずっとスバルに入って何年ぐらいなの？そうですね、うん、あの、おかしなことに20年経ちました、ね。うん、あれ、もう一個出ましたけど、なんかあれ、前にいらっしゃるのはまさにかやさんですね。まさにかやさんですね。なんかかやさんのお尻の匂いを嗅いでるような感じに、ね。そうなんですけど、これね、いや、これはね、ちょっと私の中ではもう、すごい何百枚という写真をこうセレクトしている中に見つけてしまった写真で、私ぬいぐるみ作家として、まあ、劇中でこう自殺してしまうんですよ、はい、あ、ご覧いただいた方が分かると思うんですけど、はい、自殺しちゃうんですね、はい、もうやりきったっていうのと、うん、まあ、いろんなあのがあってピストル自殺するんですよ、うん、すごい衝撃的に死んだ後人手が足らないんですね、やっぱ劇団っていうのは、はい、でこれ大転換で松谷香也さん、バービー人形のような可愛いこうお母さんを登場シーンでみんながすごいあの音楽に乗って転換をしてるんです、うんうんうん、いろんなものを椅子をこう履けたりとか布を片付けたりとかドアが出てきた、私はこれはあの一応転換は街の人という設定で、その当時のまあ50年代かな、アメリカのあの綺麗なワンピースも用意していただいて、うん、帽子まであのいただいて、もう要は皆さんあの転換する人はモデルのように颯爽と歩いて椅子を置く、うん、あるいは履ける、私はもうドアを運んでそのドアのストッパーを足でかっこよく踏む、お願いしますよって言われてるのにあのへっぴり腰で雨戸を通してるおばさんみたいな、本当ですよ、もう本当こういうところにそのダメさが出るんですね。あ、でもバーさんこれ見てて全然気づきませんでした。いや、よかった、まあまあ、もちろんね、皆さんその前のね、うん、これ新しい登場人物を見てらっしゃるから、うん、こんなことね気づかないはずなのに、こう写真でね、カメラマンがちょうど決定的な写真を決定的な撮られちゃったと、あの私 のかっこいい体験家の写真1枚ぐらいないかなったらかっこよくはなかった、うん、びっくりごしてた言わせる、こうやってね押してるんです、そうそうそう、なんかね、そこにそのねちょっと隙がありましたね。あ、でもね、その、はい、ブルー終わったばっかりでね、本当に来ていただいたんですけど、はい、もう服部さんも江口真一さんのね柳川公演でも5回目を来ていただいて、はい、そうですね、ご縁があって最初に呼んでいただいてから、うん、まあ、たまたま9月10月があって、うん、ちょうどその本当に舞台とかお仕事の狭間でね、うん、その終わった柳川公演終わった日に帰郷するっていう、ずいぶんご苦労をかけたんですけど、まあ、もう忙しい方だからもう終わったらすぐ、いやいや、でもね、たまたま本番日は重なることが今まで一度もなく、うん、なんか本番の時は重ならなかったね、はい、もうそれでね、いろんなうち、まあ、スバルでは本当にねこういう芝居をやらせていいのかって劇団スバルは悩んでるらしいんだけど、その江口真一さんがね、もうだいぶテイストが違いますもんね、はい、そうですね、メジャーな狂気をやってくれる、メジャーな狂気ですね、今のはマイナーな狂気、これがマイナーな狂気、正統派の狂気と、ちょっと何ですか、もうちょっとメジャーなね、メジャーなね、明るい狂気、あの人がやらないだろうっていういやいや、もう最初はでもね、最初はね、座長さんの奥さんの役でちょっとやっぱぶっ飛んだ奥さんですけど、あ、そうですね、だんだん役柄がおかしくなっていくんですねだからもうドキドキですね、今度は、うん、まあ、服部さん以外にやれる方がいないから、誰もやらないじゃないですか、あの、いや、それもありますけどね、でそうですね、この女優さんにこれはちょっとお願いできる、でもなっちゃんもね、あの、次は何が来るか、そう、まあ、そう、ね、尾崎那須さんも今年9月、はい、ね、本日は出られます、ね、させていただきます、させていただいて、本当にドキドキで、ね、私も前作、前々作と見せていただいて、すごく柳川公演ね、大好きなんですけど、今回本当に参加させていただいて嬉しいなと思って、ね、はい、まあ、今回ね、5回のちょうど記念の、はい、周期なんで、まあ、ある程度今までやってきたお芝居の、まあ、いいシーンをいろいろ積み重ねたりして、話は新しい話ですよ、だけど、ヤグとか受けたところをこう遠まかめにした、もうてんこ盛りにしてます。なるほど、うん、デジャビの瞬間があるんですか、もうてんこ盛り。なんかあれっていう。もう、そういうのも盛りだくさんな感じでやってるんですけどね。どうでした、なっちゃんなんか去年と一昨年、ビデオでね、見てたんですけど、はい、そうですね、ちょっと現地には行けなかったので、DVD の方で拝見したんですけども、
あのやっぱり私もアップルさんがすごいやっぱりハマりましたね。もう出てる瞬間ずっと笑って笑いっぱなしっていうところで、はい、違うよ、私の芝居は笑いっぱなしの芝居なんかダメなんだから。あ、そうか。ちゃんと感動するところがあるんだ。もちろん感動するところもありましたけど、ね、あの服部さんが出てるところまで大体服部さんはお笑い担当なんで、いや、おかしいなと思ったんですけどね。すごい素敵でした。井口さんのそのね、どういうふうな頭の構造で、こういうのそのいやいや、もうあのブラボーブラボー、ここブラジャーって意味は全くないんですよ。でもそれを台本に書いてる、これどうやって言えばいいのかなって、やっぱり新劇女優ですから、ね、寝ないで考えるわけですよね。そうなるほど。これなんか意味があるに違いないって。ないんですね、あんまりね。いや、あるんですか、あったんですか、うん、はい。無駄な意味が。無駄な意味が。でもそのね、面白い本を書きになるので、うん、はい、ちょっと持ち上げてみます。まあ今年もね、あの、はい、そういうわけでね、新しいメンバーもね、増えて、盛りだくさんでいるんですからね。よろしくお願いします。はい、ってことでね、もうね、柳川公演も来月なんで、来月の6日、ね、6日が大牟田、はい、7日が柳川でございます。はい、それなんでね、公演を見ている、ね、柳川の方いらっしゃると思うんで、いや、あの服部さんも、また今年大暴れしますんで、なっちゃんもフレッシュな風を、はい、やってくれるんで、どうかね、見に来ていただきたいと思います。はい、というわけだけど、もう時間が来ちゃったからね、ごめんなさいね。わかりました。でも、柳川、ね、の皆さん、じゃあ、ね、参りますので、はいはい、特別に柳川の方のみに、ということで、出ていただきました。そんなことないですけど。というわけでね、この辺でね、のばさんと八番目の侍、終わりたいと思います。もう今日これで終わりなんですか？もうこれで終わりますよ、今日は。あれ本当に？あ、違いますね。あ、違います。あの、映画の予告をしなきゃいけない。大丈夫。じゃあ、私は一旦、ね、いや、いいですよ。ここに行きましょう。あのね、はい、実はですね、昨日決まったことなんです。もう昨日決めたことなんで忘れてます。もう散歩を歩くと忘れるってね。うんうん、はい、あの知り合いのね、監督で、牧野監督って言うんです。その方のね、牧野監督作品集上映会っていうのを、9月13日の土曜日、午後7時からね、このアクターズスタジオで、あ、ここで上映会、うん、やりましょうっていう。いいですね。僕が勝手に決めました。今決めた。いや、昨日あの監督たちとも話してね。今ちょうど出てますけど、牧野監督の作品が、もう今まで4本ぐらい撮ってらして、その中の1本もあの、お前に言われたかないっていう作品に、はい、信場さんも出演してるんですけどね。はい、結構ね、本格的なやっぱり監督なんで、見応えがあります。で、なかなか見る機会がないんでってことで、もったいないなってことでね、私が企画して。あ、じゃあその牧野監督の作品をまとめて何本か、うん、ここで、はい、第1回目はですね、はい、とりあえず2本、はい、このペット親父と、ペット親父、ペット親父、うん、すごいですね、ペット、でもローマ字で書いてあるからなんか、そうですね、ペット親父、うん、じゃあのペット親父、ペット親父、はい、衝撃的なタイトル、ね、衝撃的なタイトルですね、ペットと、お前に言われたかない、私の、お前に言われたかない、はい、はい、これをね、第1回目はこれやろうかと思ってます。ここで、はい、うん、ここですね。で、料金の方はワンコイン、500円です。500円で、はい、まあ、飲みながら、お茶でも、コーヒーでも、お酒でも、何でもいいから飲みながらってことで、飲むのは自分で勝手に持ちてる。持ち込みですね。一品持ち込みとか持ち込みで。はい。はいはい、だからお金がかかるのはそう500円だけという感じで。はい、また詳しいね、この上映会の案内は、Facebook 等でもしますけど、とりあえずやるってことで。じゃあ、希望者はどなたでも、うん、はい、連絡すれば入れるっていうことで。はいはいはい。うん。ぜひ、結構なんていうのかな、これからの邦画に期待できる。期待の新星。新星っていう、まあ、ベテランでもありますけど、ね。うん、結構、まあ、年はいってるんですけど。期待の彗星みたいな。彗星みたいな。さーっと言っちゃう。面白いジャンルの映画作るからです。うん、ぜひぜひ、ぜひ見ていただきたいと思います。ね、また案内しますね。はい、というわけでね、これも告知が終わって、これで終わりだ。これで大丈夫ですか？これで終わりだ。やり残してもほっと、はい、はい、ほっと一息ですね。はい、というわけでね、また次回よろしくお願いします。はい、のばさんと8番目の様でした。あと、キャロライン、東田中野です。中央線沿いです。はい、また来月もね、面白い情報をお願いします。はい、はい、では皆さん、ごきげんよう。ありがとうございます。